か、どんな展開になるのか、いよいよ試合が始まります。なんかワクワクします。さあ試合開始です。実況は私平岩です。よろしくお願いします。どっちも強そう。まだ時間は十分あります。両者どういった展開を作るか。ここからどう攻めるんですかね。技が噛み合ってカウンターとなります。読み合いでは勝っているか。ダメージそんなに入るの。さあドライブゲージを使った立ち回りができない状況です。お互い吹く気はありません。攻撃の手を緩めません。退路はもうありません。どっちもギリギリ。この飛びはガードが間に合いました。ドライブゲージがなくなった。いやー KO。 おー、しっかり倒し切りましたね。なかなか白熱した。どちらが勝ってもおかしくないラウンドでした。いかがでしたか。いやいい勝負。負けちゃったもんも惜しかった。次次。さあお互い手の内は見えてきた頃か。このラウンドはどう出るか。一瞬の油断が命取りですよね。じわじわって。さあ近距離での攻め合いが続いていますが、プレイヤーはバグもまずいぞ。勝てるよこれ。飛び道具で攻めの起点を作る。ナイスナイス、かっこいい。今のラウンドで実力差が出てきたか。ここからどう覆していくか注目ですね。なんか本当勢いがすごいですね。このまま勝ってしまうでしょうか。どうなんでしょう。あっと飛びではジャスト。SA ゲージが高いのよ。飛びはバレていたか。いいですね。足払い完璧。さあラッシュして、ここでカウンターが決まった。ここで SA 選択。なんかもうすごいことになってるよ。新勝利受けが決まった。気迫のこもった魂の一撃。竜はなかなかいい筋肉してますね。体力差は多少あるが、やばいやばい、もういけるよこれ。ドライブラッシュ、バーンアウトした。危ない危ない、でもまだいける。見事決めた。ここ一番の魂を乗せた一撃でした。最高の選択でした。プレイヤー2、精神力で上回った。緊張感ある戦いをしたドラマを生み出すのか。ついに試合開始です。気迫がこっちまで伝わってきますね。さあ試合が始まりました。立ち上がりはどう動くか。始まりましたね。投球の意識は出ています。ここで球を打ちます。両者ガンガン攻撃を仕掛けています。どうだ。いやーどうだどうだ。さあ弾はしっかりさばきます。飛び道具はパリーでしのぎます。画面中央、お互いラインは譲りません。上から仕掛けていく。飛び道具でペースを変えていきます。ドライブラッシュで攻め続けます。ここでバーンアウト。ここで勝負を決めました。ナイスナイス、かっこいい。さあこのラウンドはいかがでしたか。次のラウンドが勝負ですね。まあ全部勝負なんですけど。確かに。さあ次のラウンドも見ていきましょう。さあこのラウンドはどうなるか。いやーどうなるんだろう。立ち上がりの展開どう作っていくか。個人的にはガンガンやり合ってるところが見たいですね。どうなる。この距離うまくプレッシャーをかけつつも、ラッシュラッシュで攻め継続を選択。壁に追い詰めてチャンスになります。この感じは。ここでバーンアウト。なんかこっちが緊張する。 SA が直撃。この一撃で押し込みます。フィニッシュまでお見事。決まった。プレイヤーは一気に勝負を決めていきました。圧倒的な試合展開でした。注目の一戦見ていきましょう。どっちも強そうですね。始めようか。さあファーストラウンドが始まります。注目していきましょう。ビシバシやり合ってるところが見たいです。ここは弾でプレッシャーをかけていきます。さあドライブラッシュで揺さぶりをかけていきます。
長い技にジャンプが噛み合うリスクがある、技振りが難しい距離となっています。飛び道具で様子を見ていきます。投げの選択肢を通す。お、どうだ。プレイヤー2、相手を壁に押し付けていきます。どうなる、どうなる。壁からは逃さず対応を迫り続けています。だいぶ有利な状況ですね。両者に体力差はほぼありません。どちらがアドバンテージを取っていくか。ドライブはできない2人、踏ん張りどころか。どうする、どうする。慎重ですね。KO。 さあ、いい形でラウンドを取っていきました。なんかこう魂のぶつかり合い的なものを感じました。はい、これからどう戦い方が変わっていくのか見ていきましょう。さあ、重要なラウンド見ていきましょう。さあ、どっちが勝つんでしょうか。さあ、逃げ場がなくなりました。どう仕掛けるか。何か狙ってるんですかね、これは。位置を入れ替えて、コンボジャッカー。ターゲットコンボから捕まえて投げ飛ばす。いいですね。さあ、ここで SA を発動。何これ、すごい派手でいい。KO。 綺麗に決まりましたね。見事にここは勝利を収めました。いかがでしたか。面白かったです。さあ、この同キャラ戦、お互いの意地のぶつかり合いとなるでしょう。完全な実力勝負となります。飛躍がこっちまで伝わってきますね。さあ、ファーストラウンド始まりました。かっこいいとこじゃないです。打撃はさばきつつどうするか。壁に押し込んで有利を作ります。どうなる、どうなる。プレイヤーはここでドライブゲージがつきそうですが、どうする、どうする。お互い引く気はありません。攻撃の手を緩めません。これは当たらず、しかし圧はかけていきます。外れちゃった。いいよいいよ。KO。 しっかり倒し切りましたね。さあ、激動のラウンド、どうご覧になりましたか。魂のぶつかり合い的なものを感じました。なるほど、次はどんな戦いを見せてくれるのか注目です。さあ、飛び道具を見せて。プレイヤーは体力優勢、このアドバンテージを生かせるか。このまま押し切るんでしょうか。ナイスナイス。ここからじりじりと逼迫した差し合い、緊張感が高まります。画面中央のせめぎ合い、どちらが仕掛けるか。弾は確実に弾いていきます。2人ともやる気満々だ。この中段はガードした。いいよいいよ、ナイスだ。さあ、これは SA 選択、攻めていった。なんかもうすごいことになってるよ。とどめにはしっかり SA、 迷いはありませんでした。さあ、次で最終ラウンド、両者のボルテージも最高潮。なんかここまですごく一進一退できてるんで、次どうなるか本当に予想できないです。中足当てて、すごくに天才ゲージを使った。この距離は弾でのプレッシャー。プレイヤー1、 SA ゲージはアドバンテージを取っているか。投げる、すごくに天才。ダンク打って、ここは出方を伺うか。